どうもこんにちは。いつも新マップで成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの新しく追加されたマップインダストリアル7やっていきたいと思います。デッキはシャア専用機デッキでいきましょう。さあ行くぞ。一方にこの光は、開幕アトミック自爆したおっちょこちょいがいますね。そんな奴をルー。初動はクイーンマンサ、シャーンネロー敵ですねー。前方のガザディがネズミ狙ってるけど、このマップ開けてるからなー刺さるかな。このマップ北、中央、南がほぼ一気が不可能で、防衛に行くときはほぼほぼ緊急不当。なので気筒性能の高いシャーンネマンサできた感じですねー。爆風弱体から一回も使ってないんですが、その実力やいかに。敵は南トップ、こちらも主力は南。マップ見ればわかるように中央より南の方が拠点が近く、刺しやすいからですね。初動味方のネズミがやばいぐらい刺さってますね。やるなぁ。爆風弱体の影響をもろに受けた、このブラストがどうなったかですね。めっちゃ DPS あるなぁこのビロビーム。ビムシュじゃないのが惜しまれますが火力十分。どうしても出過ぎちゃう勢としては、多少無理のつく赤マンサいい感じですね。おおお、あれ、赤マンサ強くね。先週他方面からキャンエオース使わないんですかという要望をいただき、キャンエオースを結構使った後だから、なおさら強く感じますね。頭部ビーム H とブラストはこの機体ほぼ固定。ビロビームは N か F か好みで選ぶ感じになると思いますが、アーマーインフレしてる現状では F じゃないと焼き切れないことが多い気がしますね。いつもより敵は強襲ダブルゼータ、味方は赤マンサが多い気がしますね。気筒がないとやべえって、同じこと考えたのかな。多少無理は効きますが、それも無敵バリアがあるうちだけの話。無敵バリアが切れたらおとなしく再構築まで待つ方がいいですねー。ちなみに北拠点はおなじみの1700時間で拠点攻撃が可能になるので、そろそろ祈祷しますかね。祈祷が早いと言っても高コスでの話、結構かかりますな。熾烈な1拠点争い、まあこのステージ2回目なんですが、北拠点は来た方が勝ち臭いんでね。というのも北、中央、南北のアクセスがないということは1拠点なくなればルートは2個だけ。その2個のルート守ればいいだけなんで、まあシャングリラとかと同じで罪感ありますよね。ネズミなんて持ってのほか、パワー系ゴリラ突しかないですが、パワー系ゴリラ突できるようなチームならそもそもはられないと思うんで、やっぱ罪感、式で発揮できる戦術も少なく、なんだろう。歩兵差が如実に出る弱戦困難マップ、という印象ですね。ダカールなんかは結構バトルエリアがあったりして、戦術が固まるまでわかりませんでしたが、このステージはそこが浅そう。大外からのダイナミック突、これっけない。よう押し振り切ったぞ。あとはこの強化力ビロビームをオットを環境に叩き込むだけ。行くぞー。あれなんかめっちゃ削れてますね。なんやこれ、削れすぎでしょ。あっという間にオットを環境溶けましたね。火力と射程上がりすぎなんだよなー。はい。敵の逆転の可能性はここから北カウンターで X 拠点潰すぐらいじゃないでしょうか。北拠点潰されてから1拠点取られたら、もう刺すのは困難ですからねー。すっかり強くなってネタ機体脱却したジオングくん。しかしながら使ってて思ったんですが、宇宙専用機のくせにこの奏者が宇宙と相性悪いですね。重力化ならほぼ不可避ですが、無重力の立体起動されると普通に外れますな。ネズミなんかさせませんよ。とはいえハイネガからの奏者やっぱ強いですね。自分でヒット&アウェイで焼き切るもよし、擦るもよしって感じだ。ハイネガはクソハイネガですが、なんか当てやすいので結構気に入ってますね。前回動画でタンクブーストなためを抜しまくってましたが、学習して今回は完璧なブースト管理。このように一気に接近してドファンズビビビビがめっちゃ強い。
走者で仕留めれなかった時が絶望的なので、いかに走者をフルヒットさせるかみたいなとこありますね。瀕死のニューガンダムを発見。シャートはシールド硬すぎー。さすがニューガンダム。ファンネルと硬さだけはダセじゃない。配置拠点安定しましたのでこんなの抜けるわけねえだろな。不毛な戦闘の始まり。不毛な戦闘は勝ってる方も稼ぎにくいし、って感じはする。まあこれ見たらわかるんですけど中央を隔てる大きな壁があるせいで、完全にそこでライン戦になっちゃってますよね。これでは裏取りも厳しい。弾薬がねえよー。この機体ハイメガがないととても戦えない。あ、固有エースのバナージ、出てきたばっかやのに猛瀕死。弱すぎー。いや強くても鬱陶しいけど、これは完全に空気ですね。頑張ってネズミしようとしてる人がいますね。その希望摘み取るのが Y の仕事。自分のネズミは大好きだけど人のネズミは大嫌い。ハイメガなくてもなんとかなるやろ。アターアーク。あ、味方もいましたね。ナイスー。それにしても計画が狂いましたね。赤マンサでモビルスーツ戦、ジオングで拠点突するつもりだったのにこれじゃあ逆ですよ。まあ、った拠点突は先ほどのように近づく前に終わる可能性高いので、より詰めないと火力発揮できない機体より、ユニコーンやシナンジュのような、高機動で長射程高火力の機体の方がいいかもしれませんね。おせおせムードやな。こういう時は乗っかるのだ。またハイメガの弾切れたー。これほんと弾数少なすぎなんだよな。キュベレイノがオプションパーツ込みで9発なのにこいつ5発しかないんですよね。キュベレイでも弾切れなるのに、5発じゃそりゃ持ちませんわ。瀕死やつー。あら、なんか隠れてたけー。惜しいー。ハイメガあれば絶対打ち勝ってたわこれー。サザビーって感じの戦いでもなさそうなんでやっぱ赤マンかなー。これカットしてるわけじゃなくて、赤マン、ジオング、赤マンという3機目の出撃なんですが、こういった感じでやっぱ高コストは落ちにくいんで、変に中コストよりクールタイム管理すらしやすいですね。パワー系ゴリラチームはそもそも割られないと言いましたが、どうやらジオンがパワー系ゴリラチームだったようですね。あ、やばいめっちゃ刺さってる。Y の分残しといておくれやすー。こんな時のための無敵バリア、正直突速度、火力、耐久力で考えれば集団突力はトップ。終わったー。なんじゃこれー。はい、最近結構ガンオンやってるんですが、僅差の白熱した試合、ラストキルでスキルです。前出るな前出るな、みたいな一昔前はよく見た光景も、全く見なくなりましたね。それでは今回はこの辺でー。